これが、お前今 3.5 になってる。で、これ鉄火麺も入るし、はい、ですね。天秤も入るし、これみんないらんない。これ取ったらいいな。22でかとかですね。やすくんは多分行くから、ね。いやさん分からへんけど、もう引退するか、成長時代に引退するかもしれない。そうやね。そっからやな。まず魚触れなあれすんの、ね、そっからやもん。全部揃えて今日初釣りです。ヤスさんこれほんま全部まだ養生された状態もんね。タキタグ釣れたな。チキチキ取った。はいはい、はい、おいっしょ。おいっ、はい、ここに鉄火麺行ってクッションゴム。前に来た時ちょっとちっちゃかったんですよ。前はいくつか、5月の最初の方っすね。こんなんかな、そんなばっかりの時っす。それは水温が低いからですね。その時にそうやって言われましたっすよ、はい、6月ぐらいになったらって言って。あとはもうタラなんで、今タラスは下下ろしたちこいんですよ。上ほどでかいんですけど、あんまり上げすぎたくはないんで、うん、大体まあ下から6から感でやるんですけど、また報道しますよ。6m ぐらい、6から15で、まあこのちっこい先釣れたら 2m ぐらい上げてもらったら大きいのに行きます。あ、回されると全然当たらんとか。魚がね、恥ずかしがってね。魚が手でおるからな。はい。はい。あ、来たね。ビンビン来てね。これちょっとなんか引きすぎちゃうか、これ。ほんまやね。なんなんやろ、青もんかな。サバ、サタイ、タイかな。あ、タイかな。あ、ああいうな、ええな。うん、そうやね。位置からな、当たったところからな。完璧よ。46狙い。
やつも鉄仮面をあのエビ入れた方がいいさ。Oh.
なこれ。これいいね。めっちゃええよこれ。俺も釣りたかったな。うさぎ。小田野君、はい、魚の模様とか動物の模様って、はい、ある2パターンだけの構成で全部作られてるってことだ。どういうことですか？それの組み合わせで。どういうことですか？だからドットで分けたら、はい、ドットで分けたらこう1個の丸があって、その周りを一周して、はい、真ん中の色がだから黒になるか周りが白か、はい、それか2周してからとかっていう、そういうパターンだけなんで、それを全部やっていったら結局こういう感じになるんですか？こういう感じがサバの殻とかなったり。あ、そうなんですか。ババちゃんの豆知識。うん、昨日テレビでやってた。ちょっと汗取ったっす。油さんです。すごいな、それ。それうまいんじゃん。いや、だからちょっと惜しい。これ油で。これすごいな。こっちはちょっと白子やけど。全然ないで。石台。石台です。これも。ヤス君が釣った石ですね。これ帰ってからする方が苦痛やわな。帰ってちょちょっとさばいて。でも、もう洗濯バサミでポンとこうやっとったらいいじゃん。塩を振って。ほんで半日ぐらいこしても表面に水気がなくなったらもう OK。え、そんなに、あのほんまに直射日光浴びたら。風、風。なんでやねん。なんで日光に当てんの。あるなんで。当てんの。日光に当てんの。日陰の風通しのいい場所。へ、やねんけど、もう扇風機でいいっすよ、家で。今、サトシで言ってんの。お疲れっす。お疲れっす。カバンタイス食べたて、一番最初、コッパーだった。これここちょっと。そう、初めて船釣り来てんて、あの人。しかも一人で。へぇ、誰？あの今さっきの人、でかいこれ。ここに一人おった。うん。いや、もう酔い方半端なかった。そこ入ったもんね。始まってないのにな。あれ見て、うわあ、染みたかんと思ったんですよ。俺の方を見て、ずっとやってたからさ、ほんまに。サチ君もやんな。俺とこのおさむ君がやってた間。いやいや、それはあの友達やから、友達やからやん。俺あいつと友達ちゃうから。あやさん、ちょっと鬼ヤンマいるわ。鬼ヤンマいる。どこどこどこ？おーおーおお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 うん、そのなんか擬態、擬態は大事ですよね。そういう。ほらほら。あ、でもどっか行った。うん、すごいよ。聞くな。ほんまに？いやいや。後ろから追ってきてんの。でか。行きますよ、これ全部。イサギも結構でかいの多いの。でかいの多いじゃん。干物にするイサギだけ、あのさっきマニーの持たそう。うわ、店長ないから、それ俺のないから。なかなかやったよ。やったな。え、ごまサバやんか。え、ごまサバ。いや、これがごまサバ。今が一番旬。何グリ？これから。それあれやんな、イサギとゴマサバのフィーチャリングで、フィーチャリングで釣れたやつやな、やつな。ヤス君と絡まってんねんけど、俺もそれ捕獲するために必死やったあれ結局みんな棚何メーターぐらいでやってたんですか？45ぐらい。45から41の間が一番最強やったと思う。